し、2015ファイナリスト行きますワールドカップ来ました。それと私ね、もう実況で仲良くましたから小屋内で出たら、では優勝でこれから因島の小屋レースどう展開していくのか、ターニングポイントに来たかなと思ってます。平均年齢がね、上がって40、50になっても終われる方、逆に小学校から考えている方、いっぱいいっぱいね、の世代で楽しんでいけるように、これからも小屋レースね、続けるように盛り上げていきたいと思います。それをとても価値あるこの1年の締めくくり、夏の締めくくりのレースだったと思います。言うことはありません。皆さんご苦労様でした。また片付けとはありますが、ご協力をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。来年も先人に感謝して、みんな生きる喜びから、因島スリルマスリーで